皆様おはようございます。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。寝起きもいいですね。今日はあんまりあくびも出なくて、昨日ぐっすり寝れたみたいで、はい、いい感じです。ということで寝起きの一人語りスタートさせていただきます。あー、美味しい。あー、いいっすね。今日誕生日なんですよ。はい、まあ、別にそれはいいんですけど、なんかうなぎなんか継ぐ人がいないうなぎ屋さんがあって、死ぬ前に行かなきゃいけないぞと言われて行きます、はい、僕うなぎ大好きなんですよ、はい、どんなもんかなと思って。江戸と西日本は違うんでね、はい、どんなもんかなと思って。いやー楽しみですよ、はい、どんなうなぎか、ね、うなぎも好みがあるんでね。僕うなぎにうるさいんでね、はい。いやー今日は YouTube ちょっとしかできないな、しょうがないな。美味しい、美味しいな。いや今日本当に寝起きいいっすね、はい。もうなんか変な夢見出したんで、もう起きちゃおうと思って起きました、はい。よし、今日はあんまり頑張ることないけど頑張ります、はい。夜ちょっと予定空いてない、予定が空いて何もないんで、夜はまあ作曲でもしようかなって感じですね、はい。はあ、美味しい。さてと、すぐにもうシャワー浴びて、はい、家事をしますよ、はい。はい、いただきました。寝起きの一人語り、以上で終了となります。また次の、配信、または別の配信で お会いしましょう。さようなら。